放送席、そしてカープファンの皆さん、ヒーローインタビューです。もちろんこの人、決勝タイムリー坂倉選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。あの打席から振り返っていただきましょう。ノーアウト満塁の大きなチャンスがツーアウトになって打席が回ってきました。ゲームの流れどう考えてましたか。やばいと思いました。その中で何を考えたんでしょうか。いやもう考えてもしょうがないんで、来た球思い切り振ろうと思ってました。ワンボールからの2球目ストレートだったかと思いますが打ち損じませんでした。バッティング振り返っていかがですか。そうですね、いいポイントで打てたので抜けてくれと思って走ってました。あの坂倉さんのヒットから本当に得点も入りいい流れの攻撃になりましたがいかがでしたか。いやもう僕だけじゃなくてみんなが、こうつなごうという意識を持って、やってる結果だと思います。キャッチャーとしても伺いましょう。今日は先発の栗投手、そこから7人のピッチャーよく投げたんじゃないですか。いやもう本当にみんな腕を振って、こうジャイアンツもうすごいバッターばっかりなのでその中でこうみんな腕を振って頑張ってくれたと思います。はい、8回ワンアウト一塁三塁9回ワンアウト満塁絶対絶命のピンチだったと思うんですがマスクをかぶっていかがでしたか。やばいと思ってました。その中で抑えきれたのはどんなところだったんでしょうか。ピッチャーの皆さん、いやもう本当にこう腕を振って、強気で投げてくれたおかげだと思います。こういうゲームものにできたっていうのは大きいんじゃないでしょうか。いかがでしょう。いやもう本当にチーム全員で、ピッチャーも野手も、こういう試合を勝てたっていうことは、これから大きくなると思うので、まだまだ頑張ります。まもなくオールスター前前半戦が終了します。バッターとしてはもちろんですがキャッチャーとしても大きな期待がかかっています。ここまでその2つをやってやりがいというのはどんなふうに感じてますか。もう本当にみんなの、周りの皆さんに、助けていただきながら、ここまでできているので、なんとか食らいついていきたいと思います。さあ明日から最後オールスター前最後の3連戦になります。明日に向けてカープファンの皆さんにメッセージいただけますか。そうですね、もう本当に一戦一戦やるだけだと思うので、勝てるように頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーロー坂倉選手でした。放送席どうぞ。